はい、皆さんこんにちは。いや、久しぶりですね。かなり久しぶりです。車ですけども戻ってきました。約半年ぶりになります。去年の12月10日ですね、事故に遭いまして、ぶつかったところが、ドアのこことあとタイヤですね。でタイヤが後ろに後退して4インチブロックが曲がりましたね。であと車体の方も曲がったのでフレーム修正機をかけてもらって、直してもらいました。もちろんね、アライメントもしっかり取ってあります。車体のここも結構曲がってましたが綺麗になってますね。さすがです。でホイール、このホイールだけ修正をして、あと塗装もしてもらってます。まあ色は純正の色に近い色を塗ってあると思いますけども、まあ綺麗です。かなり綺麗、こんなに綺麗に直るものなんですね。でタイヤはそのまま使ってます。若干汚れてますけども使用には問題ないのでこのまま組んでもらいました。で新品も一応1本ねもらってます。で事故の話ですけども特にしません。まあ私もそんなに話したくもないですし、まあ皆さんも聞きたくはないと思うので話はしません。まあ暗い話をしているより楽しい話をねしてる方がいいのでそうします。でまたいろいろやってるんですけども動画はそのうち出します。ちょっと忙しくていろいろできてないんですけどもまた出しますのでよかったら見てください。では次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、また会おう。